なんだ、お前か。この辺りでウサギの着ぐるみを着たやつを見なかったか。俺じゃねえぞ。見りゃわかると思うが、これは本物のウサギの殺し屋を捕まえるための罠だ。ハマー・ジェイク、私立探偵だ。ラブホテル探偵と呼ばれている。カオルと俺のコンビネーションは最高だ。まず彼女が被害妄想のひどい妻に俺を頼るよう仕向ける。そして俺が疑わしい写真を撮る。撮った写真は妻か夫か高い値を出す方に売る。今回はずっと簡単だ。行方不明者の捜索だ。お前の考えは分かっている。ここ最近街で多くの人が消えた。全く大騒ぎだ。けど俺には分かったんだ。あのウサギはあの子を探している。つまり彼女が生きていることはまず間違いない。これは頭脳戦だ。ハマジェイク対ウサギ頭の殺し屋のな。ウサギは敬われる。ウサギは恐れられる。そしてウサギは答えにたどり着く。だから俺は自分自身にこう言ったんだ。ジェイク、ウサギを上回るウサギになるんだってな。そして俺はラブホテルに忍び込み、ふわふわコーナーからこの着ぐるみを借りてきた。俺が田中直美を見つけるのは時間の問題だ。にしてもどうしてあんな少女がカルト集団なんかに。オロチプロジェクトのろくでなしどもか。まあそうだろうな。恐怖救済センターはそこら中で社畜の子供をさらっている。カルト信者と陰謀か。まったく哀れなもんだぜ。もしその少女について何か分かったら教えてくれ。こんなもん着てたら証言できねえじゃねえ。